さあ試合開始。 C2 か。初動はこれは C、 初動はいや猫が猫組が C1 だな。 C1 で C2 だね。犬組が、あ、無理に入らないな。これ犬組グレイマウスですか。オーバー抜いた、うまい、抜けるかこれ。あーっと、相手もいやー、セピアマウス、さすが砂対決に勝った。さすがセピアマウス。カバーに入られてる。あー、カバーに入った猫組。あ、しまったか。あ、裏では行ったぞ。彼真っ白からカバーしてる。これは地雷を撒いてる。地雷が撒かれてるぞ。犬組の地雷、猫組の地雷が、ビルドクマが A を守る。いつ探索するのか。あ、すげえ、うまい。もやし、もやしのマグナムが炸裂していく。もやしが、いやでももう挟んでるぞ。お、セピアマズが、お、なんだこれ。バグナがナイフを、ナイフでキルした。ナメップかな。いや、ストレートにして入ってるけど、センターの。いやー、ちょっときついですね、もう。きついね、ストレート。さあ、B が、セス君入られるぞ。さあ、ランチャンの出番が来るか。セピアマズ、あー、ダウン。もやしが、もやしが上からカット。ただ、乱戦だな、B。B も、味方も敵も。ただこれで一通り犬組が一掃された形。まだ B が落ちない。カテゴリーマークがまだ B に行く。まだまだ B を妨害する。チャーリーにこれ走ればいいんだけど、チャーリー誰もいないね。味方も敵も。SR 対決が来るぞ。やったか。犬猫両方いない。あ、猫の一人がビルドクマが入っていった。ビルドクマは守る。ただチャーリー来られるぞこれは。あー、やられた。うまいスロー。もやしがチャーリーを確保で、猫組が、また、B から攻めなきゃならない形。グレイマウスが、SR で抜けるか。SR 抜けるか、グレイマウス。この SR は怖いね。なんとしてもこの SR 怖いから、まあ、頭出さないように。頭出さないようにやるしかないね。うわぁ、惜しい。うまいな、さっきの。殺せなかった。うまいねぇ。ただちょっとなかなかでも攻めきれてないな。お、ビルドクマワンカット。お、いいカットしたな。奥にでも2、奥に2いるぞ。2いるね、2いるね。その間にもやしがブラボー落とすという。さあ来るか、横からそれ。うまいな、その曲がるすらうざいな、それ。お、ビルドクマ決めれるか。ミスったらダサいぞ、ビルドクマ。あ、あ、やめた。あー、やられたー。あ、チャーリーにいない隙にイアスがチャーリーを確保。あ、当たらない。ポティコで、なんだ、なんだこれ。おー、ナイスー。やられてしまった。チャーリーは、チャーリー取れない、取れなかった。リアスが取れなかったのか、チャーリー。あー、ちょっと犬組が押し気味だな。猫がちょっと防戦気味になってしまった。完全にもうセスが勝った。セス、当たるか。もう乱戦、乱戦でもう出れないね。あ、猫一人抜けた。ビルドクマが抜けたぞ。ビルドクマ抜けてる。ビルドクマ、クロピンがどうするんだろうな、これ。もう正直いや、クロピンはもう戻るべきだな。いや、もう遅いな。これはもうあ、しかもすごい場所で湧いた。セスの目の前で湧いたぞ。いや、ただ、もう無理だね。ここが待つべきだったな。さあ、猫組がアルファを確保か。犬組がブラボーをもう確保している。そう、ブラボーを支えてるから。もやしが詰める。セス君がブラボーの裏で湧いた。え、嘘だろ、なんだこれ。なんだこれ。ブラボーって裏で湧くのか。あー、セス君うまい。チャーリーに行ってる。チャーリー走った。ブラボー、もうチャーリー空っぽだからね。いい判断、いい判断。ビルドクマが、ビルドクマやられる。あー、これで、あ、俺オレンジ、そこはブラボーなんすべきだろう。俺オレンジただアルファに行ってるぞ。カットできるか。オレンジ絶対。いやー、そこはちょっと判断ミスだな。まあでもまだちょっと犬組も詰めてきてないからまだチャンスはあるぞ。あー、ワンカットされた。もやし打ち合い勝てるか。おっと、外した。もやし危ない。強ポジが壊れてしまったぞ。もやしどうする。もやし、おっ、あー、味方のカバーもらってもやれない。おー、すげー今の。グレイマウス君やるね。
マガブラボーしか抑えない。猫が2拠点。まあちょっとチケットは40チキ、30チキくらい離れてるけど、まあどっこいどっこいの展開だね。これでアルファを味方が鳴らす。ビルドクマ撤退。これで引ける動きができるのは強いね。まあ、カテゴリーマークがどうするのかな、これ。無理に行こうとして、やられちゃいそうだな。カテゴリーマークやられたらブラボー締められるが。あーっと、挟まれた、挟まれた。サンドイッチが。あ、ただ、まだアルファ残ってる。リアスが粘れば。あ、もやし、もやし抜けた。きついなぁ。いやー、これは抜けない。あ、ただもう挟まれた。もうアルファはもう、もうアルファは無理だな。いや、すべてが抜いてるぞ。いやー厳しい。マジか抜いた。いやー厳しいね。落としたね。ただブラボーも分かれてるんだよね。俺オレンジがブラボーをカバーを待ってるのか。しに行けばいいんだけど。いやカバーを待ってたんだこれは。セスと一騎打ちだ。ナイスー。さあセピアマーズがセンター。お、これで猫がチャリブラボー固めかな。チャリブラボー固めれるか。でもあんまりお互いチーム固めないね。なんかええ、もうなんかイケイケだよね。イケイケでやってるから割とチケットの差がなかなかつかない。セスバーサスもやし。さあどうなる。おお、さすがだな。さすがもやしだな。ナイス。ほんとこいつの44怖いな。こいつの44怖いね。暴力的だ。あ、アルファ突っ込んじゃったぞ。カテゴリーマークはアルファが、セスがその隙に入って、ワンカット、そしてツーカット。ナイス。猫組ブラボーをしっかりビルドクマが守りたいところ。もやしがまた44打てくる。ビルドクマが、守って、ワンカット。ビルドクマ敵が多いぞ。敵が3人いるぞ。4人カットできるか、ビルドクマ。ナイスは、ナイス、ツー。あと、あと二人、あと二人。頑張れ、ビルドクマ。あはやられた。次にグレイマウスがチャーリーを鳴らしていく。こういうこと言って、猫がチャーリーとアルファかな。猫、いや、アルファも無理だな。アルファももやしが取ったら。もやしが取って、L 字にいるリアスもやられる。あ、ただアルファも裏、ビルドクマが行ってるぞ。ビルドクマが裏まで巻いた犬組、赤の犬組。ビルドクマが行ってるぞ、アルファに。ナイス、ビルドクマ。ビルドクマ、ワンオンワン強いな。もやし vs ビルドクマ。キッズ決定戦、ビルドクマの勝利。あー、猫。猫組の方が若干負けてるね。20チケット差だね。ビルドクマ回れるか。20チケなんてね、返すことができるからね。まあまあ、まあ。あ、危ないぞ。アルファ守りがいない今のうちに。いや、アルファ守りがいないな。あえて入れてない。これはちょっとミスだね。一気に前出て殺したいよね。これは AB 階段からさーっと行きたいところだね。セピアマウスが裏いるぞ。セピアマウスやられた。もやしナイスかと。いやー、センターが全滅。センター全滅するか。センター全滅せず、セスが頑張って引いたぞ。さすがセスって名前だけあって強いぞ。おお、セスさすが。アルファ鳴らして。あ、でもこれは接敵するぞ。ちょっとノールックで行き過ぎたな。そうだね。お、もやしのマグナムがまた炸裂するか。来るか、もやし来るか。もやし驚異的マグナム。ビルドクマ VS もやし。おー、相打ちあ、79対73。いい試合だ。ブラボー落としている猫組、なんとしてもこのままチケットを削りたい。そうだな。ちょっと犬組がブラボーに固まってる。あ、裏で、裏でクロピンが、クロピンの動き次第で変わるぞ。クロピンと、いやでもチャーリー落としてるグレイマス。クロピンがもうアルファは絶対確保する感じなんで、ブラボーができれば守れればって感じだね。ブラボー猫組なんとしてもこのパターン落としたい。いやでもしっかりカテゴリーマークと、カテゴリーマークはまだ生き残ってるぞ。気づいてない。いやでもブラボーに4人以上いる猫組だから、これブラボー落とすことは必須かな。いや、いや、3人入ってきたな。犬が結構守っているが、猫が、猫はちょっと中途半端だな。あー、猫中途半端にもちょっと前に。猫ちょっと中途半端だな。アルファを攻めたいのか。あ、アルファに入ってきた。
ナイス。これでちょっとアルファの中から敵を迎え撃てばいいんだけど、うわー無理やり入ってった。ビルドクマやるな。いやーでも B も取られてるな。 B 取ってるぞ。あー B 取れない、ロックダウンならず。あ B 大丈夫だ。 B、C、A 全部取ってるぞ。これは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 ロックダウン。さあただ犬組がちょっと追い詰められつつあるな。アルファクロピンが頑張りたいところだけど。あー3方向から撃たれた。これはきつい。いやーちょっと L 字に固まってるね。おお通過と、うまい。これはチャーリーにさーっと回る人がいればね。あ行ったね、もやし。あビルドクマが行った。あもやし、いやー味方がちょっと戻っちゃったか。いやビルドクマももう行ったし、もう無理だね。もうこれチャーリーは、あーやられた。チャーリーはしっかり守ってる。もう猫組押せ押せだね。猫組は固めないね。なんか力の限り戦う感じだな。やばいよ、猫組はもうなんか固めるってことを知らない感じだよね。作戦ないよ。作戦なしでもう力の限りって感じだ。昔の SSS 見てる、うん、セスがまだ残ってるぞ。クロピン引かないのか。クロピン引いた。クロピン通過できるか。もやしやられてしまった。いやー C 守ってるね。あーブラッ、犬組全滅か。犬組が全滅。犬組二次チケット。猫組チャーリーとアルファを敵に渡さない。猫組なんかいつの間にか差がついてるね。猫組のこのビルドクマがいい仕事してるね。上で平山でこれうざいだろうな。ずっと攻めてきてるよ。あーいけすかな音楽が流れてきたぞ。アルファに一人入ってるから。いやまだまだいるぞ、まだいるぞ。ブラボー、ブラボーまだいる、ブラボーまだいるぞ。あ、裏で湧いた。だもやしは、うん、チャーリー行くだろうな。いい判断。これでチャーリーアルファにしたいね。ビルドクマがこの、チャーリーを外しての、アルファに出てた。さあ、ビルドクマどうする？ビルドクマが、ワンやって、ツーやって、スリーやれない！惜しい！あ、ただ味方のカバーが入った。ナイスカバー。これ B、戻った方がいいな、これ。もう A 来ないでいいぞ、これは。あ、でも2チケットだからもうみんなで抑えた方がいいな。間に合わないな、間に合わないな。53チケ。いやー惜しいな。やっぱあのちょっと後半の最後ラストあたり A と C を落とされ続けて、まあ敵の進行を止められなかった。固められたね。うん、あとチャーリーしっかりビルドクマが守ってたな。そう、チャーリーのビルドクマが A 山にいたおかげでチャーリーの裏で分けないっていうね。そうだね。今度ブラボーの5番かもしくはブラボーの裏からしか分けない状態にさせられて、で敵はもうブラボーの前までできてるし、そうだな。やってて嫌になったかもしれないな、あれは。湧いても湧いても敵も湧き続けるから、ブラボーでもうブラボーでごっつんこし続けるね。ああなったらブラボークリアした方がいいね。好きに最悪もうブラボー全員死んでから違うと